少年、かまど少年、ここは禰豆子、善逸、伊之助、いない、誰も匂いもしない。まさかまだあの鬼の術にかかっているのか。でも以前のように記憶がなくなっているわけじゃない。それになんでだろう、不思議と嫌な気分がしない。こっちに来いって言っている気がする。気になるな、扉の先はどうなってるんだ。ここ親方様の、さっきまで病室にいたのに、あ、扉が、服もおかしな気分だ。現実離れしたことが起きているのに不安を感じていない。むしろ、隙のない力強い構えだ。これだけでわかる、やっぱり煉獄さんはとてもすごい人なんだと。わかりました、すべてをぶつけてこい、そう言っている。よろしくお願いします。全力で挑め、力を振り絞れ。煉獄さんはそれを望んでいる。思いに応えなきゃ男じゃない。気になることがあるけど、そんなのは後だ。でいて力強い。水の呼吸とは違う、筋が流れるように綺麗だ。これが炎の呼吸、これが柱。タクシモネジレウゼ、こら！
何度も打ち合ってやっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が、刀を合わせる度響いてくる煉獄さんの言葉が、教えが、前を向け、歯を食いしばれ、心を燃やせ。これからは分かっています。もう一度生きて、百獣も百獣も我が炭治郎家切った。全部全力を出して刀を飛ばすだけでやっと煉獄さん、やっぱりとてつもない強さだ。ありがとうございます。これ。夢、そうか、夢か。禰豆子、俺は大切な人をたくさん失った。家族、鬼殺隊の仲間、たくさんのものを鬼に奪われた。
だけど大切な人はまだ残っている。つながりはまだ残っている。だから俺は刀を振るい続ける。大切なつながりが残っている限り、受け継いだ思いが背中を押してくれる限り、これ以上みんなが悲しい思いをしないために、歯を食いしばり前を向いて心を燃やして行こう。これからも俺は進み続ける。火に映るは霊弦の舞、火に宿るは歴戦の湯、紡がれる強者の感慨、幾重もの意志玄魂の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおもなおも受け継がれし先人の思い、幾清掃募る思い、大志振るうは精錬の技、悪鬼ほふるは鬼滅の刃。